はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は宮城県の営業事務の派遣社員、1年4ヶ月目の39歳の方の給与明細です。最終学歴は短大卒で、仕事内容は、えー、受発注業務、客先からの注文に対して専用システムに入力、在庫出品管理、梱包業務、えー、資料整理、データ管理、工場との納期調整、メール対応、 電話対応、来客対応など、必要な資格やスキルが、エクセル関数が使えるとラッかもしれません。勤務時間が8時半から17時半で残業なし、収入が月収14万、年収168万、えー、ボーナスなし、えー。営業事務をしたい方のアドバイスとしては、自分に合う仕事が何かわからないときは、消、え、化、ー、予定派遣をお勧めします。 派遣社員として会社の雰囲気も業務量も分かった上で入手できるので、とても気が楽だと思います。で、給与明細で、えー、給与が14万8237円。通勤手当ついて、総支給15万889円。そこから、えー、工場引かれて、手取りが13万9319円となっています。えー、今回は派遣社員で働く方の給与明細でした。 えまあフルタイムで働いていて、えー、これっていうのはまあなかなか少なすぎるんじゃないかなって感じですまあえ資、ー、金日数17日で勤務時間が、えー、121時間ということなんでまあ多少仕方ないんですけどまあちょっとえー、生きていくには苦しい感じかなっていう給与明細ですまあただ時給で見ると1180円あって えー、出勤日数が増えてくると、まあ、多少まともになるのかなっていう休養明細です。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。